消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんで、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ヒロトです。ヒロトです。はい、お願いします。はい、なんか今日ヒロトから話が。はい、自分からちょっと報告があります。はいはいはい。活動消しをしたいと思います。お前、どういうことだよ。新しいバイトが始まって、ちょっと体、マジで、至る所が痛いのと、あと、寝不足が原因です。許さない。俺、パワハラするから、それと。っていうのはそうです。はい。はい、はい、今回は見せないのはこちらになります。はい。はい、え翔平さんから預かってます。はいはい、知ってるよ。なんでお前が持ってるのって。預かってます、翔平さんから。はい。こちらをね、紹介しといてです。うん。決まったんで、紹介していきます。随分軽い感じだったんで。はい、これ何も言えねえやん、何も言えねえ、何も言えねえ、滑るやつだこれ。はーい、はい、はい、カットで行けよ、はい、はい、はい、で、はい、もう一つが、はい、こちらね、GS グローブ、おじさんがね、僕、ちょっとまだ使ってなかったんで、あー、これもちょっと預からせていただいたので、これもね、使っていこうかな。早速、この2つを使って紹介していきたいと思います。はい、で、まあ、肩の特徴かな、先にちょっとじゃあ、こっちも出てるので、こっちの方から、JS の方から紹介させていただくと、縦型なんですよ。縦閉じで、本当に縦に閉じるようなグローブで、オーバースロー向きなのかな、どちらかというと上から投げる、うん、っていうような感じな、グローブで、公式用のグローブなんですけども、すごいやっぱ軽いなっていうのと、手馴染みが、いいなっていう感じがしますね。お医者の片付けとかもやってるたりもすると思うんですけど、まだちょっと固めなので、まあでもということは、力強く握りたいピッチャーの方なんかすごいおすすめだなと思います。うん、はい、もう一つはこちらですね、絆グローブ。はいはい。もう横に握りつぶす感じも。じゃあ翔平さんのセットのやつに近いのかな。そうですね。もう、まあ自分的にはこっちの方が好みですけど、うんうんうん、サイドスローとか、はいはいはい、スリークォーター気味の人が投げる方だなと思ってます。なるほどなるほど。これ本当にキャッチボールで使うものかどうかわからないけど。昔で赤いグローブの銀色のグローブでキャッチボールやったりとかってありましたね。じゃあ今度は聞いて、やっていこうということなので、はい、じゃあキャッチボールの方やっていこうと思います。それではやっていきます。はい、早速使っていきたいと思います。まずは絆グローブから、ちょっと横から投げていきたいと思います。あ、投げた。いや、これやっぱりこれ横になってるんで、どちらかというと横回転の人がおすすめですね。そしてやっぱりグラウンドにいてめっちゃ目立つ。まあそりゃマウンドの真ん中にいたらそりゃ目立ちますよ。翔平グローブにちなんで翔平スライド、鬼さんを投げていきたいと思います。で、準備です。もう一回、準備です。翔平 TV グローブにちなんで鬼ツーシームは投げていきたいと思います。それなで、それでいきます。まっすぐいきます。平井さん分かんないっすね、今日。平井さん分かんないっすね、今日。分かんないっすね、平井さん。今日、両辺さん、怒んないっすね。怒んない。だそうです。誰ですか、誰ですか。九州のやつだよ。だ九州のやつだ。まっすぐ行きます。
よいしょ。まっすぐ行きます。よいしょ。回ってました。まっすぐ行きます。ガチでまっすぐ乗ってるらしい。まっすぐ回ってない。いいね。カーブ行きます。どうしようも HB グローブにちゃんで予告なしの吸収、予告なしのピッチングになっております。横から潰すんでやっぱりサイドスロー、スリークォーターの人には投げやすいのかなと思います。そちらのグローブが欲しければ、翔平TV のチャンネル登録お願いいたします。次は GS グローブを使っていきます。実際ピッチングするのは初めてなんで、このグローブ使ってどんな感じなのかっていうのを早速紹介していきたいと思います。ちなみにこちらも予告なしで投げていきたいと思います。よいしょ。どうした？はい？どうした？攻めてこないんだけど。すいません、コントロール。縦なんで、縦立ちなんで縦回転がしやすいなと思ってるのと、土手が結構しっかりしてて、あんまりガッチリっていうよりかは、本当溜めを作るときに本当に一瞬だけで握るっていう感じなので、溜めができやすいです。ラスト行きます。助走をつけてスライディングします。前すぎて曲がってないそう。じゃあやめていきます。はい、お届け中ということで、はい、ラストピッチングやってきました。まだまだ早いまあ嘘ですから嘘ですから。はい、今回はこの2つのね、全然違う方のグローブ2つを紹介してきました。こちらはどちらかというとやっぱり横閉じで、はいはい、やっぱりスリークォーター、サイドスローの人がやっぱ使う方だな、うん、こっちは本当にオーバースロー、上から投げ下ろす人の方だなと思いました、はい、なんで自分的にはやっぱこっちの方が使いやすい、うんうん、でもこっちは横から投げたら本当に投げやすかったです、はい、収まりがいいの、収まりが良かったですね。サイドスローってよく結構ここから胸に行くじゃないですか、うん、脇に抱え込むこの動きが安定してるのと、あのそれで溜めができやすいっていうのがあります。ロフィさんはキャッチャーから見てて、どっちもかっこいいよ。眩しい、おしゃれ、はい、って感じ。まあ、使ってないからそうですね。当たり前ですけど、まあ、っていう感じなので、あの練習とかして目指したい人とかプレゼントとかもいいですよね。そうですね。あと MVP のなった方にプレゼントするのもいいかもしれないですし、納期は 2,3 ヶ月かかるので、はい、まあ絆グローブのインスタグラムの下に貼ってくるので、はい、皆さんチェックの方よろしくお願いします。はい、というわけで今回はこの2つを紹介してきました。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。